この世界には人の運命を司る何らかの超越的な律、神の手が存在するのだろうか。少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。お前にある男を殺してもらいたいんだ。殺す？誰を？ミッドランドの第二王位継承権者、ユリウス伯爵。ユリウス、ついてるぜ。誰だあのガキ。立てアドリス、なんだそのざまは。それでも王族の子と言えるのか。さあ立て、休むな。戦場では敵は待ってはくれぬぞ。殿下、どうか今日のところはその辺で。下がっておれ、ハッサン。アドニスはいずれこの国最強の白竜騎士団を指揮せねばならぬみ。いや、それだけではない。シャルロット様をいただき、このミッドランドを統治するということもあり得るのだ。王家の子は他の人間とは背負うものの重さが違うのだ。そう生まれついたというだけで。来い、この私から攻めて一本でも取ってみろ。今日はこれまでだ。体を冷やすな。明日の稽古に触る。アドニス様、ひどいお怪我です。すぐ手当てを。お父上は必死なのです。男で一つで若様を一人前の騎士にお育てしようと。どうかお恨みなさいませぬよ。グリフィス様、お聞きいたしましたわ。姫様のお命を身を挺してお守りしたとか、なんてお勇ましい。いえ、私など単なる臆病者です。グリフィス殿、俺はラバン卿に応援卿。大変でしたな、狩場の一件は。まったく、ミッドランド軍の大切な財産を失うところでした。私の命など
シャルロット姫がご無事で何よりでした。おお、お美しくなられたな。恋でもなさっているのではありませんか。殿下、恐れながらここ数日の猛稽古少々常軌を逸しております。お気持ちはお察ししますが、もう少し若様にお優しくなされましても。分かっておる。このところの城勤めで不守備があってな、そのせいで少々イラついていたのかもしれん。くれぐれもご無理をなさいませぬように。風か。なに、くせ者が。とうとうこの子は父親に一度もおらいかけてはもらえなんだ。ハッサン様、探せ族を。決してこの屋敷より生かして出すでないぞ。はっ。
あんたに認めてもらおうと。やめろ！今頃うまいもん食ってんだろうな、グリフィスは。お姫様の厄介だなんて役得だぜ。お堅いだけだぜ、きっと。そういえばガッツはどうしたんだろう。朝から見かけないけど。どうせまた一人で剣のお稽古だろ、いつものこった。たるんでるだけだ。今日は私のタイとあいつのタイとで合同訓練をやる予定だったんだぞ。それを何の断りもなしに、あいつそんなに怒らなくても。怖え怖え。ガッツ、ガッツ、今日一日どこを突き歩いていた。おかげでこっちは大変だったんだぞ。団の結束をお前は何だと。どうしたんだこの焼き傷は。グリフィスはグリフィスはシャルロット様主催の夜会でプロムローズ館だ。そうか。おい、話はまだ。ガッツどうしたの。グリフィス、少し疲れました。どうぞおかけください。ありがとう。待て、その格好で行くつもりか。グリフィスに恥をかかせるな。用があるなら二人の話が終わるまで待て。借りるぞ。おい、私本当は夜会って好きではありません。ただ想像しいだけで。それに今夜の夜会は戦続きの皆さんの気を紛らわせていただくためのもの。でもこんな夜会を開くぐらいなら戦そのものをやめてしまわれればよろしいのに。どうして男は血を流すことばかり好むのか。狩場で姫はそうおっしゃいましたね。確かに男にはそんな野蛮な面があるのかもしれません。でもそれは尊いものを勝ち取り守るための道具、諸刃の剣なのです。尊いもの？家族とか恋人？そういう人もいるでしょう。でも男ならそれよりも先にもう一つの尊いものに出会っているはずです。誰のためでもない、自分が自分自身のためになす夢です。夢？世界の覇権を夢見る者、
ただ一振りの剣を鍛え上げることに一生を捧げるもの。一人で探求する夢もあれば、嵐のように他の何千何万の夢を食らい潰す夢もあります。夢に支えられ、夢に苦しみ、夢に生かされ、夢に殺される。そして夢に見捨てられた後でも、それは心の中でくすぶり続けていく。そんな一生を男なら一度は思い描くはずです。夢という名の神の殉教者としての一生。生まれてしまったから仕方なくただ生きる、そんな生き方、俺には耐えられない。すみません、つい喋りすぎました。女性には退屈な話でしたね。いいえ、私、男の方とこんな風にお話しするのは初めてです。初めてあなたをお見かけした時は貴族のご子息かと思いましたわ。お若いのに堂々としていらして、でも狩り場で草笛の鳴らし方を教えてくださったあなたはまるで子供のようでした。そして今は哲学者のようなことを聞かせてくださっている。不思議な方。あなたのお友達もそんなあなたの魅力に惹かれたのでしょうね。彼らは優秀な部下です。私の思い描く夢のためにその身を委ねてくれる大切な仲間。でも友とは違います。私にとって友とは、決して人の夢にすがったりはしない、誰にも強いられることなく自分の生きる理由は自分で定め進んでいくもの。そしてその夢を踏みにじるものがあれば全身全霊をかけて立ち向かう、たとえそれが私自身であったとしても。私にとって友とはそんな対等のものだと思っています。すごい自信ですね。そうやって私は全てを手にしてきたんです。そして今は一国の姫であるあなたにこうして口を聞いていただいている。あなたの夢って。姫様、大変でございます。何事です？お嬢様が、ユリウ様がお亡くなりになりました。何ですって？暗殺です。お屋敷に何者かが忍び込み、ご子息のアドニス様までも城内大騒ぎでございます。すごい数ね。何でも今回の出陣で戦が終わるかもしれないんですって。本当にそうなるといいけど。大丈夫よ、ミッドランドには守り神がついているんだから。あ、噂をすれば。ご出立ですかな。これはフォス大臣。ユリウス将軍亡き今、ミッドランドの守護神たるのは貴公を置いて他にはありません。ご武運を。守護神とは大げさですが、全力をもって当たらせていただきます。それにしても立て続けの暗殺騒ぎ、何ともやりきれませんな。アドニス様のような子供まで、何ともむごい。まさに鬼人の仕業ですな。いいえ、鬼人などではありません。人の技です、大臣。時にグリフィス殿、妙な噂を耳にしましたぞ。妙な噂。狩り場でシャルロット様に向けられた矢、あれはあなたを狙ったものではないかと。まさか
私のような一団長ごときを。その噂によると暗殺者はチューダーのものではなく、この宮廷内の誰かではないかと。宮廷というものは一皮むけば魑魅魍魎の巣、かようなこともいとわない連中が幾人いてもおかしくはない。これはまた、彼らに言わせれば城の外で殺すか、それとも中で殺すか、それだけの違いなのでしょう。面白い理屈ですね。それでは私もせいぜい城の外で励むことにします。失礼。眉一つ動かさなんだ、あやつの仕業ではないというのか。そんなはずはない。偶然にしてはできすぎておる。まさか私のことまで。いや、いくらなんでもそれはあるまい。何の証拠もないのだから。私にとって友とはそんな対等のものだと思っています。